これでもし良ければ実行してください。で、実行そうですね。実行、表示を見ていてください。はい、変わります。そしてこちらは空っぽになる。はい、そしてこちらでリネームが行われるわけですね。はい。どうも。ヨタでございます。今日はですね、GoPro の、ファイルをですね、まあ、パソコンとかにね、取り込んで、動画編集すると思うんですけども、その時にですね、GoPro っていうのはね、ナンバリングが非常に独特でですね、今こちらを見ていただけると分かると思うんですけども、上から GH19642 と、ずっとこのサイズが書いてあるんですけど、この3908216と、まあ、4ギガですね、大体。これ4ギガを超えるとですね、ファイル分割っていうのが GoPro っていうのが行われるわけですね。まあ、初期値というかね、本来、まあ、普通に買うとまあこういう状態になっちゃうと。でこう例えば名前でこう大体こうやるわけですよ。そうするとね、ここ見ると、まあ、今朝撮ったもんですけど、7時23分、7時58分というふうに、この名前でずっとこうソートしてあげるとですね、来てるんですけど、なぜかね、7時18分というね、このファイルだけがなんかおかしいんですよね。違うナンバリングになって、この次はなぜかこっちに来てるんですよ。で、ここがなぜか、ここは19でずっとみんな来ているのはですね、ここだけ29になってるでしょ。これなぜかというと、ここが変わるんじゃなくて手前が変わるんですよ。なのでこれ名前順でソートするとおかしなことになるわけですね。こうタイムラインにドラッグドロップしてやるとですね、といってじゃあ更新日時でやればいいんじゃないかっていうことなんですけど、これ例えば読み込んじゃうと一回ねファイル名でいけなくなっちゃうわけですよ。これで読み込むと、例えばこれを新しいところをメディアに移したりですね、まあそのマイクロ SD から普通のハードディスクの方に、情報をこのファイルを移しちゃった場合変わっちゃうわけですよ。でこれどうしたらいいのかと、ということでね、登場するのがね、このここですね、オールリネームか、オールリネームですねっていうこの、フリーの、アプリがあるんですね。こいつにですね、まあこれリンク先は概要欄に貼っておきますけども、これをですねこうやってですね電子定してあげて、これをこうここに持ってきてバンって離すわけです。そうするとこういうふうに今まだ変わってないんですよね。これがこちらに来るわけです。で変更前の名前がここにこうなってるわけです。これは、まあ、言うなればこれと一緒ですよね。はい、それでここにね、名前を変える、まあ、ファンクションがあるんですけども、僕はねここをね、まず YYY というのがまあ2022年とか、ってやつですね。そしてここに何月何日で何時何分何秒と、アワーミニットセカンドとセコンドと、まあここ出てるわけです。これ僕は日本語表現してるんですね。これなぜかというと、ずっと数字だけに並んで出るとちょっとパッと見た時に分かりにくいというので、でここちょっと見てもらいたいんですけども、ここに変更確認というのがあって、ここを押すとですね、はい、変わります。今はこういう状態、この緑のところのこういう状態、ここは変わってないですね。それがですね、変更後はこうなるわけです。はい、2月の24日の7時19分3秒とこうなってるわけです。そしてここは、ここをね変えるとね、ここを見てもらえれば分かるんですけど、7時19分というのが一番下に来てますよね。これはもうこっちの名前で変えちゃうとそうなっちゃうわけですよ。それがねもうこれでこことここがぴったり合うということになる。ここで、まあ、これでもし良ければ実行してください。で実行するわけですね。実行、はい、返しますか、ね、こちらの、表示を見ていてください。はい、そうするとはい変わります。そしてこちらは空っぽになります。はい、そしてこちらでリネームが行われたわけですね。そうすると何が起きているかというと、もうここでファイル名でやってもこちらがちゃんと時間通りに変わってるわけです。先ほど言ったこの3908ですね、これがちゃんと次の方に映ってるわけです。そしてここはもうタイム、この名前でこうソートしてもこういうふうに時間通りと、もちろん時間でソートしても時間通りになると、あとはこれもドラッグドロップしてやればいいと、まあ、こういうね素晴らしい、アプリに巡り合いましてですね、これでファイル管理が非常に楽になりましたね。でこう見るのもこう楽じゃないですか。でまあ GoPro っていうのはまあね結構長いあれを撮るんで、秒とかはいらないかなと思うんですけど、まあ、中にはね、ちょっとミスして、まあ、1分以内のになっちゃったりとか、あとまあ JPEG の写真をね撮ったりすると
秒の表示がないとね、34分というのが2個も3個もなるということが大いにしてあるんでね、こういうふうにできるということでね、今日は、そういうオールリネームという、アプリソフトですねの紹介になりました。はい、ということでございます。僕も GoPro 大好きでね、まあ、ヒーロー9ですけどね、使ってます。また、GoPro 関連、続けていけたらいきたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。